はい、ノモーブエレスパ坂やっていきたいと思います。はい、さあ眠りやすい三高校でボランティア作っていきたいと思います。で、今日はね、安井と美優初使用やっていこうかなと思っております。デッキの方は江花、安井、高山で、五条を美優、そしてパシフィス、この6人でやっていきたいと思います。で、バッチの方はね、フットボールギア持ち込むということで、テクニック枠3枠自前で確保しないといけなかったです。なので安井を無理やり45にしてまいりました。ではやっていきましょう。はい、そしてアイテムの方はパードルとマルフブック持ち込んでおります。ではやっていきます。で、ちょっとね、みゆちゃんの評価上がってないので、ちょっと一回踏まないといけないかなと。一回練習後イベント呼べればいけますんでね、しっかりと踏んでいきたいと思います。はじめ3ターンでどこかでみゆ練習には来てください。そして練習後イベントを来てください。はい、みゆ練習後イベント行こう。 OK、 じゃあこれ一回休んでいこうか。じゃあ一回休んでいきます。はい、ではここから海洋冒険行くんですけども、頼むぞ。うん、今回安井ね、すごい強いらしいです。安井が入ったことによりもう ZS ランク作れてるらしいので、まあ自分もそれに近づけていけたらなと思っております。 ZS3 か、まあその辺出てますんでね、まあ自分もできれば見せていきたいところでございます。これは上かな。はいはい、ではスピテク、まずはエバナでいきましょう。まずはというか基本エバナで行って、途中でパシフィスを踏むか踏まないかって感じでいきたいと思います。安井くんがね、ディフェンステクニックならね、もうちょっと踏みたかった感はあるんですけど、残念ながらディフェンステクではないんでね、それがちょっと使いづらいかなという感じかな。はい、ではメンタルいきます。練習後イベントでエバナの評価が上がってくれるのはありがたい。あー、まあいいか、いいのか。はい、安井 OK です。で、これは釣り、いやこれイベントなんだよな。のんびり釣りをする。正直次のイベント確か体力消費イベントだった記憶があるから、そんなに踏みたくはないです。はい、ではこれ五条さんの評価も上げていきましょう。そして練習後イベント、あ、来ない、それはちょっといらん。これイベント切ります。招き猫持ち込んでないんでね、しっかりとイベントは切っておきましょう。おっと、スピードか、まあ悪くはないけど。はい、パシフィス、エバナ、どちらか練習後イベント来てください。そしてミユの告白はね、早めにお願いします。はい、五条が進んでいくね。まあ評価上がったからね。はい、そしてパシフィスも進んでいきます。告白は頼むぞ、早めにお願いします。あー、どうすっか、踏みたいな、これちょっと踏みたいっすね、踏みたいな。はい、練習後イベント、さあ来い。はい、OK。で、今回ね、技術は稼ぎやすいと思うんですよ。技術はかなり稼ぎやすいと思うんですけど、筋力精神がちょっと出づらいのかなと考えておりますので、オフェンスのでかいタックは見逃さないようにしておきたい。オフェンスですね。で、おそらくですけど、まあ、敏捷は意外と稼げるイメージあるんですよ。意外と稼げるイメージあるんで、パシフィスはできるだけ選ばないようにしておきたい。エバナでひたすらテクニックタックで、敏捷を読んだり、オフェンス策で筋力精神稼いだりしておきたい感じでございます。はい、とりあえずこれで、ディフェンスに上げれるね。で、オフェンス行って、パワー行きたいけど、パワー上げれないかな。スタミナ、こうか、オフェンス。はい、まあこんなもんで、あ、行ったわ。はい、OK、これできまーす。はい、では海洋冒険行ってしまいます。でも、これは右の方はちょっと行けなさそうなんで、左の方で行きます。左の下回ってかな。はい。で、ここで湧かない。うん、クジラ1匹ね。では、この辺で回収。あ、ミユちゃん釣れてるからね、しっかりと動物ボーナスが乗ってるんですよ。なので、動物はしっかりと回収していきましょう。はい、エヴァだ。今回、ミユちゃんが出たことにより、もうミユは抜けなくなってきたんですよね。テクニックの上限アップも取ったし、それであればセントラルミッドフィルダーでもミユは抜けないのかなっていう感じはしております。で、OK! ミユ来てくれた。でも、ミユのね、ちょっと辛いとこはね、まだ1個目。うん。残念ながら、ないんですよね。あれが、体力回復は。それがちょっときつい。これ安いでもいい。でも、これはミユ。ミユ2回踏んでいきましょう。デートです。はい。とりあえずデート。で、高山ね。まあ、精神が足らなくなったら安いっていう手はあるけど、そうなんだよな。
筋力が足らないイメージがあるんだよな、これ。筋力、稼がせてね。オフェンスタック、マジ頼むぞ、五条。オフェンスタックはどれぐらい来てくれるかなんだよな。うん。ちょっと、オフェンスタックは一番厳しいと思う。はい、ではこれで、デート行きます。2回目。で、これ筋力回収しておきます。少しでも筋力は回収しておきます。はい、そしてテクニック。テクニックなんだよな。それであれば、テクニックかな。はい、練習後イベント来てください。デートでもよかったけどね。はい、五条。福井部、終わりました。はい、で、セク1終了でございます。セク1、4720。では、セク2やっていきましょう。さあ、セク2で2万点とか出ないかな。さすがに無理だと思うけど。まあ、そんな筋力出てないからいいや。これはいかない。で、オフェンス上げて、はい、これでいきましょう。で、海洋冒険行くんですけど、右側そろそろ攻めたいな。まあ、左側ばかり攻めるのもありですが、そこか。まあ、あまり行きたくはないけど。いや、ちょっと待て。あ、もう最短ルートで行かないと、これ、行けねえわ、この島。いや、最短ルートで行きます。はい。これでいい。で、エバナ、行ってきましょう。まあ、さすがにこれは大成功じゃないかな。あ、まだか。まだか、オフェンスパワーまだなんだ。そんな上がってなかったっけ。あ、そうか、パワーが上がってないのか。はい。で、さあ、でかいタックと思ったけど来ない。スカウト邪魔だな、スカウト邪魔だな。デート行きます。スカウトいなかったらメンタルでした。はい、ミユ。で、バッチ。で、バシフィス動いていきます。で、テック、おいいね。いいタックだよ。いいタック、いいタック。とりあえず技術使ってきます。とりあえず技術。はい、これでいきますが、スピードしておきますね。まあ、敏将もね、これで稼げるんですよ。これで稼げるはずなんですよ。はい、ではテクニックいきます。はい、敏将375。OK です。で、練習後イベント。ムードはいらん。ムード取り切った、もしかして、コツ。取り切ったね。はい、みゆちゃん。動いていきます。体力回復。ナイスタイミング。いいね。で、ここで33。オフェンス。いやー、ワンタックか。しょぼいな。ワンタックはちょっとしょぼいな。はい。では、オフェンスタックいきます。はい。練習後イベント。ワンチャン。監督クールだ。安いか、エバナ。来ない。で、高山。終わってきます。残り1回。さあ、オフェンス5条のでかいタック来てくんねえかな。オフェンスは5条なんだ。で、スタミナ上げて、オフェンス上げて、ディフェンスも1ぐらい振れるかな。あれ？あ、精神足らぬ。精神が足らんか。そうであれば、パワー振って、はい、これでいきます。はい、では海洋冒険行ってしまいます。もうデカ島行けるともう、さ、じゃあ行けんのかな？無理かな？ものによってはって感じはするんで、まあ、とりあえず、回収しつつ、はい。で、クジラ、ディフェンスメンタル。あ、無理だな。123、はい。これでいっておきます。はい、ではディフェンスサミナいっておきます。これも大成功しないんじゃない？さすがに。だよね。だよね。まだだな。この島はまだ踏めない。デカ島はまだ踏めない。はい、OK です。で、ここで何も来ない。じゃあデート？デートちょっと早すぎる感じはしますが、まあいいや。はい、最後次休めばいいだからね。はい、そして、これはもう、いや、イベントき、いや、これは筋トクか。筋トクイベント。で、フィジカル。これちょっといっておきます。筋力ちょっと欲しいんで、稼いでおきます。おっと五条さんよ。で、五条さんじゃ、エバナさんよ。練習後イベントは来てくれないと。で、ワンタックでしょ？
それであれば次のターンにかけようか。メンタルいきます。練習後イベント、いやーマジか、エバナが、じゃあ練習後イベントが全く来ない。おっとマジしょぼいな。で能力は上げときます。待ってこれをオフェンスっちゃダメだわ。でディフェンスでスピードスタミナ、はい、まあとりあえずこれでいきます。で上のデカ島の様子を見たいけど、上のデカ島の様子を見たいのですが、うん、イルカか。で左に湧かないから、これう、あ上も湧かないんだここ。うん、じゃあね、あーオフェパワーならいけそうな感じもするぞ。どっちの方が踏みづらい、こっちかな。はい、ではこれでいきます。オフェンスパワー、はい、エバナいっちゃいましょう。さあマジでオフェンスタックにはまってくれ。一応4人いるからね、一応4人いるからオフェンスタックにはまってほしい。さあお願いします。はい、ミユ、あこれ体力回復なんだよな、もったいない。オフェンステクニックか、まあ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 、技術は稼げてる、技術は稼げておりますが、違うんだぞ、技術じゃないんだ、筋力なんだ。このサクセスはおそらく筋力がすごい大事。ちょっと待って、これテクニック振らないとちょっとやばい。あ振れないのか、振れないのか。じゃあ特能フロー、はい、これでいきます。はい、ではテクニックいっちゃいます。もう、敏捷は大丈夫そうだね。はい、そして、朝霞以外の練習後イベント。OK。で、五条終わっていきます。五条の筋力、筋力はね、取れっかな。筋力は、筋力必要だからね。ダブルタック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 。微妙だね。ドリンク飲んどくか。次のターンも来ると思って、次のターンもでかいタック来ると思って、そしてエヴァの安井が練習後イベント、朝霞か、まあ評価あげとこう。はい、ミユ大一番のこともらっていきます。はい、そして小山終わっていきます。はい、ナイス、終わっていく。でここででかいタック、いや来ねえか。スピード、まあいいでしょう、それならいく、それならいく。オッケーオッケー、敏捷を稼げるのはありがたいぞ。敏捷を稼げるのは非常に助かります。後々非常に助かってきます。はい、ではスピードいきます。はい、 OK。 で練習後イベント来ない。はい、そして15,088、まあまあまあぼちぼち出ているかなという感じですね。はい、健康に過ごしたい。はい、そしてここでオフェンスが来ない。テクニックならいきません。で、敏捷は結構出てんだよね。敏捷結構出てんだよね。狩人さっさとくんねえかな。ね。はい。では、これでいきます。いや、オフェンス、本当にオフェンスタックが踏みたい。筋力が欲しいです。筋力が非常に欲しいです。オフェンスの4タックとか来て、筋力完走とか来てくんねえかな。筋力望む。でこの辺行って、あこれかね。はい、ではディフェンススタミナいけるでしょう。ディフェンスもマックスだしね。はい、 OK、 いいね、大成功、85点。さあオフェンスタック、まあ、五条さん使うっていうのもありだけどね、五条さんは無理やり筋力出してくれるからな。でも、そんなにタックが強くないんだよな。ボーナス乗らないから。五条さん、添えてるのがめちゃくちゃ強いけど、メインでいっちゃうとちょっと足んなくなっち
いや、ここに来てほしかったな。はい、で、敏将。余りそうですね、これ。敏将。ディフェンス振り始めたい、こうなると。はい、で、練習後イベント。来ない。で、オフェンス。敏将カンスト。敏将カンスト。そうじゃないんだ。そうやないんや。余るんや。そんなことされちゃ余るんや。はい、ではこれでいきます。テクニックいきましょう。いや、マジで筋力精神くんねえかな。いや、辛いとこあるな。技術は稼げるのはありがたいけど、筋力精神が欲しい。そうだよな。そうですよね。はい、ではこれでいきます。テクニックいっちゃいましょう。まあ、筋力的にはあとオフェンス、パワーはちょっと振らないでおこうかな。当分ね。はい、ではこれ海洋冒険いっちゃいます。で、敏将はもう足りま振れません。振れない。狩人とかが来てくれない限り振れない。はい、ではこれできます。でも金徳島踏んじゃいます。はい、いっちゃいましょう。いいです。敏将をカンストしてしまいますが関係ないっす。ほんとね、安井くんがね、ディフェンスであってほしかった。ディフェンスであれば踏めるんですよね。筋力精神稼ぎに。ディフェンステクニック。あ、五条使わないわな。五条割りのオフェンスタック来てほしい。マジで。こうかね。はい、ではこれスピードテクニック、エバナいっちゃいましょう。え、そっか、大成功しないんだ。あれ、ミュウちゃん入れてるけどそんな乗ってないよ、もしかしてボーナス。あ、マジか。まあしょうがねえわ。あれ、エバナって大成功しないんだっけ。すると思ってた。ちょっとこれ使います。さあ来い。え、あー、筋力なら稼ごう。筋力なら稼ごう。筋力なら稼がせてもらいます。フィジカル。で、監督かな？監督か。で、体力回復。ありがとう。で、オフェンスタック。オフェンスタック。オフェンスタック。なんでテクニックばっかなんだ。テクニックじゃないんだけどな。まあ、技術稼げるのはありがたいことなんだけどね。で、これは、ボールを素早く。チェイサー。タックが来てくれません。タックが来てくれないのであれば、これもデートですね。最終デート行っちゃいましょう。はい。では、デート行きまーす。で、ムードコツもスプリントコツも正直いらないんだよな。はい。停滞前線ってなんだっけ？これって何もらえるんだっけ。いや、何が必要。停滞前線、あ、精神、あ、それはいいかもしんない。あ、精神が必要なんだ。ごめん、精神いらないと思った、そんなの。あ、それはありですね。それはありだ。精神使えるのすごい助かる。で、テクニックでしょ。おおおお、そんないらねえ。そんな敏将いらねえ。敏将マジでいらねえ。どうしよう。はい、小山切っときます。オフェンス、いや、テクニックいかない、いきません。で、敏将ね、マジで狩人さっさと来てくんねえかな。狩人、いや、筋力欲しい。これパシビスいったらまずいよな。パシビスいったらまずいよな。パシビス、まあ、両方ともタックが筋力くれるから行きたいっちゃ行きたいけど、エバナ君がオフェンスにはまってなさすぎなんだよ。テクニックにはまりすぎなんだよね。それが非常に厳しい。
どうしよう。うん、危ねえ。はい、ディフェンススタミナいっちゃいます。エバナ、もうエバナしかない。まあ精神欲しいとき安い踏むけど、安いっちゃうとね、マジで筋力稼げないんですよね。本当にオフェンスタック、精神を稼ぎたいからオフェンスタック。はい、エバナ終わっていきます。残り1回、エバナもささっと終わってね、シルキーパスはささっと取りたい。バシビスも、あー来た、それそれ、これ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 、いいいいね、ありがたい。マジパです。技術クロスパス、まあ、これでいいかな。とりあえずとりあえずこんな感じでいってしまいましょうか。はい、これでいきます。はい、ではオフェンスもう一丁これでお願いします。で練習後イベント来ないで、エバナ終わり。はい、オッケー、シルギーバス、いいぐらい。で、ダブルタックでしょ？これ踏みたくないけどな。踏むか。あまり踏みたくないけど。踏みます。で、今のうちに取っとくか。これ取れなくなりそうな感じがする。停滞前線。まあ、停滞前線はなんとかいける。なんとかいける。でも、問題は、待って。そうだ、超回復取るのかも。超回復は取っとく。敏将ね、停滞前線いけないか。はい、ではこれテクニックいっちゃいます。はい、練習後イベント来てください。さあ来い。でベルベットバスゲットかな、これで。でミュウちゃん、はい、そして31,963出てますね。経験点しっかりと出ております。さあこの調子でいきましょう。オフェンスタック、オフェンスタック、テクニック違う。まあ技術は乾燥してくれてんすけどね、技術は乾燥してくれてんすけどね、精神が、じゃあ敏将が、敏将が非常に厳しいっす。はい、振るとこないっす。練習後イベント OK、 ありがとう。でこれど、下でも上でもって感じだな。下かな、下、下はあれだな、パスだからコツないみたいな。で、ワンタック、ワンタックならいきません。ワンタックならいきません。いやー、早めに攻撃の心臓終わってくんねえかな。早めに。攻撃の心臓、それ大事。はい、ではいきます。精神は足りると思うけど、本当に筋力だな。マジで筋力稼がしてくんねえかな。あ、やべえな、これ上行かない方がいいな。上次に置いとこう。次の時に置いときます。はい、これでいきましょう。さあさあ、筋力稼がして、筋力精神稼がして。さあオフェンスタック、さあエバナオフェンスタック。もうテクニックばっか来てる、それはちょっとまずい。それ、あ、でもワンタックなんだよな、ワンタックなんですよね。まあ停滞前線いいですね。はい、ではオフェンスいきます。はい、練習後イベント体力回復ちょうだい、大事だよ。 OK、 この体力回復ほんと大事なんですよね。超回復とあったらほぼほぼ体力消費して、うわ来た、これ、いやーでかいの来たな、これ。マジでかい、マジでかいぞ、これはでかい。これはもう筋力とかも取り切りたいレベルででかい。こうかな、これでいきますかね。はい、ではオフェンスいきたいと思います。はい、 OK です、ありがとう、これはマジでありがとう。で練習後イベント、練習後イベント、安いエバナ OK、 ナイス。待って、これイベント終わってね、イベント早く終わろう。パシフィス、パシフィス終わろう。いやパシフィス終わってくれよ、
終わらねえとダメだぞ。そりゃ終わらねえとダメだぞ、さすがに。ね、さすがにダメ。パシフィス終わろう。で、ここでシャッフル。あ、筋力もらえるからこれはシャッフルだね。はい、オフェンスナイス。オーケー。勝った。でもって、技術。まあ、オフェンスいっちゃうか。アイデアオフェンスいきます。はい、そして、パシフィス、さっさと終わってくれ。今、どこまで終わったっけ、覚えてない。さあ、パシフィス。ここ終わんないか。あれ、イベント的に、終わってる、終わってる、あれ安い安い終わってない。安いとパシフィス、両方終わってね。やべえ。それちょっとまずいな。それちょっとまずいな。特にパシフィスさっさと終わってほしい。もう技術触れるとこない。はい、海洋冒険いきます。で、右上行くかなって感じかな。右下から右上にかけていこう。マジかー。ちょっとパシフィスさんよ。頼むぜ。エバナさんもささっ、エバナで安井さんも終わってね。いや、もうき、もうオフェンスタックがハマってくれたからすごい嬉しいんだけど、終わってくれないときつい。てか、いつも終わってるのに、今回安井くんのイベント発生率アップ入れたらなんか終わらなくなった。ちょっとそれはまずい。はい、ではエバナいきます。さあ、前上。パシフィス。イベントはあとパシフィスの金徳ぐらいだと思うんだよね。そう。さあ来い。ボーナスめっちゃ乗るな。いいね。さすが。いや、それじゃない。それじゃない、それじゃない。それじゃない。さあ、あといべ。あといべ。安い。安い。いや、来ない。いや、パシフィスも来ない。それちょっとまずい。まずすぎる。技術が余ってます。技術どうしよう。停滞前線のチェイサーでしょ。あと1回オフェンスのでかいタック来てくればいける。振り切れる。いや、狩人ちょっと怖いな、これ。狩人怖いっすね、これ。臨床最後足らないパターンもあるぞ。はい、行きます。いや、行きます、行きますが、シャッフル踏まない。練習後イベント来ない。マジか。あ、ボランティスタメンか。ナイス。はい、サクッとピンチョンいっちゃいます。はい、では行きましょう。はい、終わりました。 2-0 でございます。さあ頼む、さあ頼む。イベント、イベントでここまで苦しむとは思わなかった。いや、これは、いや、言っときたいけど技術余ってんだよな。もう海洋冒険言っとくか、これは。でも精神稼がないといけないから、これ言っときたいな。でも技術振るとこないんだよな。もう振るとこないんだよな。そう、まあいいや。ちょっと精神稼がないといけないね。これオフェンスいきます。このあとね、安井くん行くわけにはいかないんですよ。来い。イベント、イベント。いや、やべえ。それはさすがにまずくね。それはさすがにまずい。イベント終わってくれない。それはちょっときついな。それはちょっときついな。はい。マジか。イベント終わんねえのか。あれ？あ、そうか。これ押してからか。はい。どうせもう湧かないっしょ。さすがにきついな。はい。あ、イルカ湧いちゃったよ。エバナかな。でも技術いやー、こう、微妙だな。筋力を考えるとエバナ。一番バランスが取れてるのはエバナ。エバナに行こう。さあ頼む。最後終わってくれ。終われ、終われ。安い、終われ、終わってくれ。
もう技術、いや終わんない、パシフィスも終わんなかった。マジか、それちょっと辛いな。それはちょっと辛すぎですね。もう技術いらないっすもん、これ触れるとこないっすもん。じゃあこれ精神稼がして、あ、じゃあこれいきます。あとイベ終わんない、なんでだ、俺イベント切った？切ってないよね、切ってないよね、イベント。あれ、あ、それはありがたい、それはあり。チェイサー取ってるからもうこれでいいね。はい、フィジ、はい、これサクッとめっちゃいっちゃいます。いいでしょう。はい、終わりました、無事終わっております。さあ残り一旦、まあもうオフェンスなんだよな、精神欲しいな、精神、テクニックやめて。はい、テクニックでした、これはもういきません。はいはい、作品いきまーす。いやー苦しかったなー、これイベント終わらないの苦しすぎ、ね、もうだってそれ以外イベントほぼ取り切れてるもんな。はい、ではこれでいきまーす、いきましょう。はい、終わりました、無事終わっております。ということで、さあ経験点は出たんですけどね、経験点はすごい出てくれました。ですが残念ながら、残念ながらだね、ほんともうちょっとなんとかしてほしいな、イベントな、急にイベントが進まなかった。すげえ 筋力精神最後稼がせてくれたのに、オフェンスタックで稼がせてくれたのに、残念なことになってしまいました。はい、経験点は5万点いってないかな、さすがに。そうか、技術触れてないからいってないか。あ、スピードスタンスするよかった。はい、49,719。では、振ってまいります。はい、振ってまいりました。精神が足らなかったね。これは次から安井くん踏むことも検討しないといけないかもしれません。まあ、停滞前線が意外と精神だったんで、あとはオフェンスタックで稼ぐか、メンタル踏むかですね。はい、XUS5 ということで、今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。